川口さん、まあ川口さんというとですね、まあ皆さんいろいろ興味あると思うんですよ。何が、まあ、男前やし、ね、若いですし、はい、まあいきなりですけども、どなたかのファンとかあるんですかね、芸能界で。いや特に。え、じゃあじゃあいるね。特にないですか。俺前聞いたよ。え、誰ですか。僕も見ましたよ。聞いたやんか。ああ。教えてくださいよ、川口さんの口から。誰や、ノリピー。あ、はい。ノリピーが好きや言うて。ノリピーが好き。ノリピー好きなんですよね。はい。はい、なんで自分の口で言わないんですか。それがまた女のハートをキャッチすんねや。なるほど。おいらみたいな女が誰でも許しは答えへんねん。ちょっと言うてはったのが夢があるんですよね。何を。ノリピーの作った肉じゃがを食べたいやらなんやらね、川口さん言うのが夢なんですよね。分かんない。なんでチラチラさんまさんのもん見てるんですか。違うね。なんでなんですか。この肉じゃがは俺昔さんまのまんまでノリピーが一生懸命作ってきてくれて、はい、あの美味しかったんけども、はいはい、番組上盛り上げるために、はい、あの食えるもんなら食うてみーっていう返しをしたことがあって、あの伝説の、そう伝説のノリピーがピーって泣いたんですよ。それで番組大変だって、そのそれのあの川口くんイメージがあるんじゃないかと思うんですけどもね。あ、なるほどなるほど。あんな食べれてええなと、うん、はい、でもノリピーさんね、今もしフリーか分からへんから、分からないですもんね。いや、なんかそういう新聞に書いとったよな。僕新聞フリーって書いてたんですか。新聞にフリーってお前水泳選手あるまいし。さあでもあるかな。ではここで、はい、ちょっとね、川口選手にプレゼントを用意したんですよ。あ、なるほど。頑張ってくださいという気持ちを込めて、はい、じゃあプレゼントの VTR をご覧いただきましょう、はい、どうぞ。ナインティナインが川口選手のために用意したとっておきの VTR とは。どうも、坂井のりこです。今日は川口選手のために肉じゃがを頑張って作りたいと思います。肉じゃが、美味しい肉じゃが。どんな肉じゃががお好きなんでしょうね。あ、嘘です。かわいい。いいな、おい、かわいいわ。すみません、いいチームだけど、かわいい。覚えてらっしゃいますか。しつこいな、私も。しつこいよ。たくさん作るの好き。給食のおばさんに送りたいとかね。肉じゃがいたり、見て見て、チューの。すみません、ごめんなさい。いい匂いがしてる。もう一回チュー、チューの。あんまりお酒入れちゃダメなのかな。カロリー計算なさってるんですよね。疲れに効きますか、砂糖。こんな嫁さんおったんやな。豚肉が一番いいんだよね、ビタミンもあるし。あ、鉄板焼きになっちゃう。あ、かわいい。あ、映さないで、そんなとこ。田口選手、お肉はあんまり食べないという情報を聞きましたので、少なめに、あまり入ってないのも美味しくないので、美味しくなあれ。あ、いい感じ、ほらスッと、ね、美味しそう。乗っちゃった、乗っちゃった。フランス頑張り、踊っちゃう。いただきます。うん、おいしい。お袋の味って感じ。出来上がりいかがでしょうか。川口選手さん、これを食べてフランスで頑張ってきてくださいね。頑張ってください。川口選手さん、いい匂い。川口さん、川口選手さん、2つ言いました。選手とさん。これこれすごいことですよ。すごいですね。ウィンク見ました。すごい。見ましたね。ノリピーウィンク。ね、すごいですね。ノリピーウィンクを見逃したあなたのためにキャバインシーンもう一度。これはもうマンモスウレピーですよね。
もう超版モズウレピーモズウレピーですよこれもうごちそうサマンサしたいよ、ね、これねゴンがちょっと怒ってるんですよ、はい、な不満なんですかゴンさんいいっすよねだって吉川さんのオリピーに肉じゃがでしょだってゴンさんはもうとして女優さんの奥さんやからあの綺麗な可愛らしい、ねね身を尽くしに出ていたというオリピー可愛いっすよねでも可愛いですよね可愛いっすよそのプレゼント届いてんの届いてますはい持ってきていただきましょうどうぞ、はい、なんと憧れのオリピーが出たいや俺 VTR 撮ったから綺麗と思ったら本人が作って持ってきてくれました、はい、うわこちらはぁバグちゃんお前これで一つ屋根の下やでお前うまいどうもでも会場にいれば食えるわけじゃないですかいやおいちょっとオフの声優聞こえてんねんこっちにすいません生ノリピーじゃないですか生ノリピー生言うな残念ですねノリピーこっち見てもらえますかこっち見てもらえますかどうもあ目が合ってますありがとうございますはいありがとうございますはいじゃあお貸してもらいますおいしいのよいいですねこれはねはい川口さん、はい、目の前ノリピー出ますよ緊張しますよね緊張しますねねえノリピーです初めましてなんか聞いたことないですかちょっと聞いておきましょういや聞きたいこと聞けないですなんか緊張しちゃって大丈夫ですよ大丈夫いやいいです一番聞けよみんなだって緊張してやっぱり緊張しますはいそうですかあツーショットおやべちゃんはいそれじゃあ、いただきましょうよせっかく作ってくるあらば試食タイムじゃあ酒井さんあそういう効果で俺今照明切れたんかな思ってプロらしからの判断いやこれでも名波選手なんかでもねちょっと食べたそうに、はいやべね憧れでしょ。はい、え七海さん誰が好きなんですか芸能人では。大竹しのぶさんと。おさす。じゃあいらなかったよいらんですよね。ほんまのキラーパスやねんか。なあ味方のあった行動も思い切り切れる。さんまさんとかしたら丸やからね。オッケーオッケー。はいこれのもしお好みでよかったら七味かけて そんなんいらないよね七味なんかねはい七味なんか七味なんかいるもんかいいやさんまさんうるさいさんまさんが一番興奮しやるいやいいやんかこの二人の俺、俺なんか今日見てねいいなと思ったのお似合いですよねねえお母さんどうですか二人さんまさんこんな可愛い方泣かしたんですかいいね失礼ですよねさあ川口さんたったまま召し上がってください。いただきます。ちょっと甘い。あ、美味しいです。美味しいです。美味しいですか。美味しいですか。美味しいです。ノリピーが作ったんですよ。僕らはもうそんな。あ、じゃあいただこうやそんなもん。ああ、食べていいんですか。いや、みんなね食べたい。ロペスも食べたい。来ない来ない来ない。じゃあ井原さんと七海さんもロペスさんも。ね、七海選手は。大竹しのぶさんやったら作ってもらってもらって。あじゃあ皆さんちょっと真ん中の方にゴンだけは食べられないんだ、はい、フランス持っていこう思ったらもう悪なってるかもわからないんでねそうやね、悪なってるかもじゃないわ悪なっとるわこれはでも嬉しいよな、ね、あもう津波選手も寄ってきたよ津波選手は聖子ちゃんやからあかんやないかあそうなんですかいいえ今日からかかりました早いな可愛いよなノリピーの肉じゃが、お川口だからお付き合いしてくれませんか堂々と言えばもうさっき言うといた方がいいっすよもうなんか二人ええやんかなもうすぐあなた言わへんやったら僕言いますなるで
なんでお前が朝入ってくんよ。私かて付き合いたいですから。冬場のゴキブリみたいなやつだ。なんで出てくんねえないうやつや。ねえ、みんなで結婚式行ったら嫌がられますよ、ね、私たちは。何の話でんの。いや、私もいただきますわ。いや、ちょっと待って待って、僕モテない。おいしい。美味しい美味しい。これ冗談抜きで美味しい。どうですか、よかった。ほんとうまい。いや、ちょっとなんか二人なんとかならないもんかな、これ。ねえ、今大丈夫なんですか。あ、なるほど。そういう聞き方すな。どう聞いたらいいですか、こういう時って。そういう時は、彼氏がいてたって勝負に出んのが川口やないかい。あ、なるほど。そんなもんな、男は好きになれば。間に入っちゃえば、いててこそ勝負かけられるんだ。2人だけのデートだとね、写真に撮られるとね。なんかブツブツ言うてますね、中山さん。相手すな、相手すな、もうかぶってほしい。2人だけのデートじゃいけないんですよ。え、誰かが間に入らなければ。そうです、僕なんです。なんで僕にも肉じゃがをください。いやー、ちょっと本当になんか、あの、ノリピー、これはうまい。ノリピーさんの方が赤くなってはります。いやいや、この二人いいじゃないか、なんかね。どう思う、この二人いいで。かっこいいですよね。え、外見で決める方ですか。そうそう。見た目おいで。そうですね、やっぱり見た目のいい方はいいですね。なんか坂井さんは一個大きくなられましたね。いや、ノリピーだけじゃなくて、ノリピー、まあ、もうフリーだとすれば、はい、ね、もちろん川口ね、川口もノリピーの気持ちもね、これ本番中やから、ね、あ、聞けないけども、はい、まあ、ね、井原選手橋持ったまま棒立ちやめてくる。だから僕らが食べさせないみたいな。心配やろ、早くサッカー選手とか、あの、ね、スポーツ選手早く結婚した方がええのよ。あ、そうですか。ねえ、やらせんしゅ。そう思います。あ、そういうのがいいですか。はい、でも、なんかカロリー生産、生産じゃない。生産してどないすんの。俺ら大概生産だなんて。すいません。カロリー計算すごいなさってね、体のことを考えてらっしゃるって聞いたので、うん、もう大丈夫かなと思ってドキドキしちゃったんですけど。いや、本当美味しかった。美味しかったですよ。美味しかったですしか言うてないじゃないですか。緊張ですよ、そら。緊張ですか。はい、なんか代わりに聞きましょうか。なんか、いや、いい。僕から伝えて聞きましょうか。え、僕こうの方が楽でしょ。聞いたでよ、川口にちょっとプラスになるようなことを。プラスへ行きましょうとか。キーパー。いや、お母さんやめ、違いますよ。お母さん中村やから。なんか趣味は何ですか。お前は。どっから聞こえたの。中山や。俺が言うてな、やべ。うまい、ほんまうまい。趣味は、趣味は最近、あの、海とかスキューバーとかボディーボードとか。あ、スキューバー、スキューバー僕やるんですよ。入れ、ロングだ。一番ええ位置やね。ええタイミングで決まんな。あれもマーク取りにくいねんね、そういうけど。ちょっと悔しいです。でも、ガウセも海は好きで。海、好きです。ね、だってマリノスやもんね。まあいいでしょう。まあ、マリノス。はい、じゃあ今度本当に一度お食事でも。はい。ね。ね。はい、プラス頑張って行ってきてください。頑張ります。ね、握手、握手なんだ。はい。いやありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。